おはようございます、モークさん。おはようございます、ハレリア、ハレリア。タイさん、おはようございます、ハレリア。今日もやや涼しいです。太陽さん、今日は涼しい。そうですね、今日は昨日まで暑かったですけど今日はちょっと涼しい。トモさん、アンディビさん、マリちゃん、おはようございます。こういう感じですね。今日は曇ってますね、曇ってます。はい、今日はですね、今日は曇りの日だそうです。あやぽんさん、あやぽんさん、ゆうさん、M さん、おはようございます。午後少し雷が鳴るという天気予報ですが、雨も降るかもしれません。今日はどんな日になるでしょうか。皆さん、毎日はですね、神様が計画される日です。今日も、素晴らしいことが、起きると信じましょう。神様は私たちのために良い計画があります。ですから私たちは信仰によってその良い計画を受け取る必要があります。ですから皆さん、私たちはいつも主に期待して、主がされることを期待して歩むのではないでしょうか。マリちゃん、イエス様が言いました。あなたの願うようになるように、あなたの信仰通りになるようにというふうにイエス様おっしゃいました。ネガティブに考える人はネガティブになっていきます。ポジティブに考える人はポジティブになっていきます。ちょっとスピリチュアルに似てますが、スピリチュアルと違うところは、スピリチュアルにはイエス様がいないんですね。スピリチュアルはただポジティブに考えればポジティブになる、まあそれは積極思考ですが、納豆さん、おはようございます。スピリチュアルは間違っていますね。スピリチュアルはこの現実の世界を支配している方を知らないのです。私たちは、イエス・キリストに会ってポジティブに考える、イエス・キリストに会ってアクティブに考える、それはちゃんと根拠はあるということですね。ただ、ポジティブに考えるだけではダメなんです。ポジティブに考える根拠が必要です。私たちにはイエス様の言葉があります。イエス様の御言葉が根拠です。マイケルさん、おはようございます。今日の御言葉はですね、あなたは、ね、イエス様の教えをどう思いますか、ね、あなたはイエス様の教えをどう思いますかということですが、これはどういう意味かと言いますとですね、私たちはイエス様の教えを学んでいます。そしてイエス様の弟子です。それはイエス様の教えが真理だと信じるからです。イエス様の教えは素晴らしいと信じるから、ですから私たちはイエス様の弟子になり、イエス様の教えを学ぶのです。和地さん、牧師を信じなければ地獄に落ちるのではありません。イエス様を信じなければ地獄に落ちると聖書に書いてあります。牧師を信じなければではありません。はい、そういうわけで皆さん、私たちはイエス様の教えを尊びます。イエス様の教えは素晴らしいと私たちは知る必要があります。真理ですから、世の中の教えの中でイエス様の教えに匹敵する教えは全くありません。皆さんもいろんな本を読み、いろんなことを聞いてきたでしょうが、イエス様の教え以上のものはないと思います、ね。はい、LINE しかとしないでください。ごめんなさい。ちょっとチェックしてみますね。
皆さんもいろんな教えを知っていると思います。しかし皆さん、イエス様の教えを学べば学ぶほど、イエス様の教えを学べば学ぶほど、私たちはそのイエス様の教えはなんと素晴らしい教えなのか、なんと素晴らしい考えなのかと私たちは思います。ですから私たちはイエス様を信じるということは、イエス様の教えは神の教えであり真理であり、もうこの世の考え方に全く勝る、本当に素晴らしい教えだということを理解する必要があります。タイさん、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。マイケルさん、カトリックとプロテスタントがありますが、カリスマはプロテスタントという解釈でいいのですか。基本的にはそうですね、基本的にはプロテスタントの聖霊派ですね、聖霊派ですが、実はカトリックにも一部カリスマ派がいます。でもほとんど隠れてる、隠れカリスマですね。社会派にも福音派にも隠れてるカリスマ派がいるんです。そういう人たちを隠れカリスマと言いますね。隠れカリスマ、カトリックの中にもいるんですよ。社会派の中にもいます。福音派の中にも隠れてカリスマ派の人たちがいます。隠れカリスマは結構いるんではないかと思います。そういうわけで皆さん、私たちはイエス様の教えを学んでいると同時に、イエス様の教えを誇ろうではないでしょうか。教えを誇るというのはちょっと変な言い方ですが、もちろんイエス様を誇ります。イエス様を誇りますし、イエス様、十字架を誇ります、ね、十字架を誇ります。しかし私たちは、イエス様は神の言葉を誇ります。神の言葉を愛し、神の言葉を尊重します。神の言葉は真理だからです。マイケルさん、カリスマとは分かりやすく説明していただけるとありがたい。そうですね、キリスト教にはですね、キリスト教には福音主義という考え方と、聖霊主義という考え方があります。ルルさん、おはようございます。そして福音主義というのは聖書をそのまま信じる、聖書をそのまま信じる、それが福音主義です。でそれは福音派と聖霊派ですね。福音派と聖霊派が聖書をそのまま信じます。しかし、その次に聖霊主義というのがあります。聖霊主義というのは、この21世紀も聖霊様が働く、聖霊様が働く、異言予言癒しが起きる、聖書の時代だけじゃなくてこの20世紀にも異言予言があり癒しがあると信じる、それが聖霊主義です。そしてその聖霊主義が、聖霊派です。聖霊派です。カトリックは福音主義でもなければ聖霊主義でもありません。社会派も同じです。福音主義ではもなく聖霊主義でもありません。聖書を読めば、ね、聖書を読めば聖書の考え方が福音主義であり聖霊主義だということはわかると思います。それではタイトルに戻りますが、皆さん、皆さんはイエス様の教えを本当に、尊ぶということを考えてください。ある人たちは片手間で学んでいるかもしれません。イエス様の教えをちょっと学んでいる、参考にしているぐらい、ね、どんな教えか、ね、ちょっと味わってみたい、それは最初は仕方がありません。最初はそうでしょう、初心者はそうかもしれません。しかし、イエス様を信じた人たちは、イエス様を信じた人たちは、ね、イエス様の教えが尊くて、
そして真理であり、イエス様の教えを本当に誇って、イエス様の教えを実行し、そして述べ伝えたい。世の中の教えは間違ってる、世の中の教えは間違ってる、世の中の考え方が間違ってる、イエス様の教えを、教えるべきだ、イエス様の教えを教えるべきだ、イエス様を述べ伝え、福音を述べ伝え、十字架を述べ伝えるべきだと、確信をしてほしいと思います。ケンゴさん、おはよう。キューちゃん、昨日の夢にキューちゃんと神様みたいのが出てきたよ。でもイエス様に全て委ねるつもりはありません。あららら、そうですか。夢に出てきてもまだイエス様を信じないのでしょうか。仏は夢に出てきて出てこないんではないでしょうかね。私が出てきたんですか。嬉しいですね。皆さん、私たちは、この世の考え方が間違っている、この世の考え方は、本当に、正しくない、真理はない、そのことをしっかり理解しましょう。間違っている考え方に同調してはいけないということですね。世の中の間違った考え方に同調しないで、イエス様の教えだけが真理である、イエス様の教えに生きていこう、イエス様の教えに沿って生きていこう、そのように決心することがイエス様の弟子ではないでしょうか。イエス様の弟子になったということは、そのように信じているからイエス様の弟子になったのではないでしょうか。そして学べば学ぶほど、学べば学ぶほどイエス様の教えは真理だということを、気がつくでしょう。確信するでしょう。喜ぶでしょう。ああ、私はイエス様の教えを学べてる。素晴らしい教えを学べてる。真理を学べてる。神の言葉を学べてる。皆さん、それは素晴らしいことなんです。素晴らしいことなんです。日本人でですね、イエス様の教えを学んでいる人は少ないと思います。 1% 以下です。聖書を読んでいる人はもっと少ないと思います。でも皆さんは、偶然ではありません。皆さんはイエス様に選ばれて、イエス様の教えを学ぶ機会を与えられているんです。皆さんは特別に学べているんです。特権です。真理を学べてるんです。ケンゴさん、元気をもらったのは確か、それが油注ぎですね。ケンゴさん、その油注ぎを体験したならば、わかると思います。にわかさん、夢でイエス様に会った。素晴らしい。夢でイエス様に会った、それは素晴らしいです。これからですね、夢でイエス様に会う方が増えてくると思います。私はまだ会ってません。私はまだ夢でイエス様に会ってませんが、イエス様に会う方が増えてくると思います。義の実とは何ですか。義の実というのは、正しい行いですね。正しい行い、悪い行いではなくて正しい行いのことを義の実と言います。タイさん、喜ぶのが、学ぶのが喜びなんですよ。イエス様は、喜ぶのが、学ぶのが喜びなんです。そうです。私たちは真理を学ぶ。兄さん、学校の勉強好きな人はいなかったかもしれませんね。学校の勉強好きな人はあまりいないかもしれませんが、でも真理を学べることは本来は喜びなんですね。勉強できる子はですね、勉強できる子は勉強が喜びだったかもしれませんね。でも私たちは本当の勉強、本当の勉強、真理を勉強してるんですから、皆さん喜ぼうではないでしょうか。真理を学べていることは特権であり喜びです。そして、もっともっと学びたい、もっともっと知りたい、そう思うべきではないでしょうか。天国の川で息ができる。
ああ、そうですね。それはね、天国行った人の証ですから。まあ、証としてそういうのがあります。聖書に書いてあるわけではありませんから、それは証として聞いてみてくださいね。世の中が間違っているというのは聖書に書いてありますね。世の中が間違ってて、サタンが世の中を支配しているとは聖書に書いてありますから、それは私の意見ではありません。聖書の意見ですね。マオコさん、神学校で学ぶのはよろしくないですか？神学校といってもいろいろあります。少なくとも、カリスマ派の神学校なら OK でしょう。でも、カリスマの神学校でもいろいろあります。今はですね、ネットの時代です。ですから、一部の学校で学ぶというよりも、世界的な、もちろんカリスマ派ですよ。カリスマの中で、その中でも選んで、カリスマ派の牧師から、世界中から学ぶことができる時代です。私はそれをお勧めしますね。一部の考え方だとやはり偏ります。一人の人から学ぶということも危険ですね。一人の人から学ぶというのは、それは偏りやすいと思います。私たちはやはり、世界的に信頼できる、世界的に信頼できる、カリスマ派の、教師から学ぶべきではないでしょうか。大石さん、おはようございます。スノベしないんですか？はい、ここはですね、住宅があるのでちょっとできませんね。住宅があるとこではスノベできません。西早稲田の日本キリスト教団のリンク。はい、ぼっちさん、日本キリスト教団は社会派なんですね。社会派。日本キリスト教団は福音主義の教会もありますけど、ほとんどは福音主義じゃありませんし、聖霊主義ではありません。ですから、そういう神学校行ったらば、福音主義を否定され、聖霊主義を否定されてしまいます。神学校は何歳からでも入れますか？学校によって違いますね。学校によって違いますが、だいたい、高校以上で入れる進学校が多いと思います。高校以上ですね。特にカリスマの進学校はですね、学歴は問わない場合が多いです。カリスマの進学校は、学歴なしで入れます。はい、それでは証タイムいきましょう。証タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様の教えは真理だと確信した証。イエス様を信じて、この世の考え方は間違っていて、他の宗教は間違っていて、他の宗教の教えが間違っていて、イエス様の教えだけが真理であり、イエス様の教えだけが素晴らしいと確信した証。スタート。スタート。スタート。敵を愛せよとか、人を許しなさいとか、イエス様の教えはなんと素晴らしい教えかということを確信した証。スタート。にわかさん、みんな許すよ。アメン。みんな許すよ。文句さん、イエス様の教えは神の言葉なので、御言葉を聞くと深く感動し、霊的な喜びを感じます。
この放送でイエス様の教えを分かりやすく教えていただき、感謝します。この放送に導かれたのは偶然ではない。イエス様の愛の深さを感じました。アメン、アメン。そうです。皆さんがこの放送に来たのは偶然ではありません。イエス様が皆さんにイエス様の教えを学んでほしいから、イエス様の教えに触れてほしいから、導かれたのです。皆さんがこの放送を聞いているのは偶然ではありません。特権です。特権です。イエス様の教えを聞くことができるというのは素晴らしいことなんです。私もそうです。私もですね、イエス様の教えをここで教えることができる。私は完全ではありません。私も間違えることはあるし、失敗することはあるでしょう。しかし、少しでもイエス様の教えを皆さんに伝えることができることは私にとっては幸せ、私にとっては特権です。そのようにさせていただいていけることは、本当に、嬉しいです。嬉しいです、ね。そのように用いられていることを嬉しいです。大使さん、イエス様を信じて、天の御心をすべてイエス様が実行し、私たち一人一人に伝えてくださっている言葉、私たちはパラダイスを感じます。アメン、アメン。私たちはパラダイスを感じます。素晴らしい。そうです。イエス様の教えを学び、イエス様の教えに沿って生きれることは、パラダイスだと思います。なぜならば、天の父の御心を行っているからです。天において、天の父の御心が行われていますから、私たちはこの地上で、この地上で父の御心を行っています。それはパラダイスです。それはパラダイスです。ゆうのさん、アメン。はい、それでは、ファイナルメッセージ入るかな、ファイナルメッセージいきます。私はですね、クリスチャンになる前はもういろんなことを求めました。もういろんな宗教もかじりました。哲学も学びました。難しくて分かんなかった、物理や、相対性理論とか、量子論も学びました。そのいろんな真理を求めました、ね、一体人間は何なんだ、人間はどうやって生きるべきなんだ、一体宇宙は何なんだ、誰でも知りたいと思います。でもどこにも答えがなかったんですね。どこにも答えがありませんでした。しかしイエス様の教えに答えがありました。イエス様の教えに答えがありました。本当にイエス様は、真理を教えてくれます。イエスキリストの教えによって、全てが分かってくるのです。全てが分かってきます。太郎さん、おはようございます。今朝も1時間聖書を読んでいました。素晴らしい、素晴らしい。キツネさん、悩める 青年だったんですね。そうですね、生きるとはどういうことなんだ、人間とは何か、誰でも、考えることはあると思いますが、それを追求してました。で、最後にはですね、聖書に何かあるんじゃないか、聖書に真理があるんじゃないかと思って聖書を読みました。でも自分自己流で読んでも分かりませんでした。通勤、まあその時も通勤してたんですけど、通勤電車でこう聖書を読んでですね、
通勤中はいつも聖書を読んでたんです。でも分かんないんです。誰かが教えてくれないと分からない。誰かが教えてくれ、自分で読んでも分かんなかったんですね。しかし、福音派ですが、宣教師が、引っ越してきて、家の前に引っ越してきて、教えてもらいました。で、宣教師にいろいろ聞きました。でも分かんなかったんですね。すぐには分かりませんでした。でも求めて、聖書から求めて、そしてだんだん分かってきたんです。だんだん分かってきました。イエス様の教えだと宇宙は何なんですか。すべてのものは神の栄光を表しています。宇宙も宇宙を作った神様の栄光を表しています。宇宙の大きさ、もう、電波望遠鏡がない時代には分かんなかった宇宙の大きさが今は分かります。その宇宙のものすごい途方もない大きさを見るときに、神の栄光が現れていると思います。その大きな宇宙を作った神様がおられますから。宇宙の果てに行きたいですが、可能ですか。可能ですよ。可能です。何かの人はですね、宇宙の果てに行き、また天国にも行きました。私たちも宇宙の果てに行く可能性はあります。将来天国に行ったら宇宙の果てに行けるということですね。それで私は、41年前にイエス様を信じて、イエス様の教えをさらに学び続けました。福音派からカリスマ派になりました。さらに真理が分かってきました。真理を学ぶということは素晴らしいことです。イエス様おっしゃいました。私の言葉を学ぶあなた方は、真理を知り、真理はあなた方を自由にする。真理はあなた方を自由にする。罪の奴隷から自由にします。ですから私たちは真理を知る必要があります。そして自由になります。間違った考え方から自由になります。何年目に真理は分かりましたか。イエス様を知って2年ぐらいですね。2年ぐらい経ってから、イエス様が死んだということが分かりました。神様は何歳ですか。神は永遠からのお方ですから、年はありません。人間的な感覚では、永遠の年って理解できないかもしれません。天国には、時間がないと言ってもいいでしょう。天国にはこの世的な時間はありません。時間を超越しているんですね。天国では時間を超越している。時間を超越するというのはどういうことか、ちょっと天国に行ってみないと分かりませんが、時間を超越しています。タイさん、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。そうです。多くの人は、縛られています。間違った考え、欲に縛られ、罪に縛られています。自由じゃないんですね。自由じゃなくて、正しいことができない、良いことができない、そういう罪の奴隷なんです。でも皆さん喜びましょう。私たちはイエス様の教えを学んでいるので、そのイエス様の教えを実行するときに私たちは正しいことができるんです。イエス様の教えを実行するということは、罪の奴隷から解放されているということです。イエス様の教えを実行するということは自由だということです。皆さん、本当に私たちは自由なんです。イエス様の教えを実行できるんです。イエス様の教えは実行できるんです。そしてそれは素晴らしいことなんです。鬱は治りますか。ケンタッキーさん、鬱が治った方がたくさんいます。鬱が治った方はたくさんいますよ。鬱というのは鬱の悪霊がいます。鬱の悪霊がいます。そして鬱というのはまさにサタンの嘘によって縛られている、ネガティブで縛られていると言えるでしょう。神の言葉を聞いて、イエス様の言葉を聞いて、イエス様の教えを学んで実行するならば、ネガティブが消えていきます。
リバイバルが来るというのは時間軸じゃないんですか。この地上のリバイバルは時間軸ですね。この地上には、リバイバルがもうすぐ来ると思います。実行していいんですか。実行しなければなりません。イエス様の教えは実行しなければなりません。ノートさんも、神イエス様の教えによって、イエス様の教えを実行することによって、憂鬱の悪霊を追い出してください。和治さん、私もキリスト教になれますか。もちろんです。誰でもなれます。誰でもなれます。マサさん、おはようございます。なぜ多くの日本人は人生を無駄にしているんでしょうか。イエス様を知らないからです。イエス様の教えを知らないから人生を無駄にしています。永遠にたった一回の人生、永遠にたった一回の人生を多くの人は無駄にしています。それはイエス様を知らないからです。イエス様の教えを知らないから、間違った生き方をしているからです。タイさん、私たちの古い人がキリストと共に十字架に作られたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなく、亡くなるためであることを私たちは知っています。そうです。私たちは罪の、奴隷から解放されたのです。私たちは自由人です。霊的に自由人です。吉尾さん、駅で立ってる人たちは、偽善ですね。偽善で、ニコニコしてると思います。エホバの証人の人たちは、私たちからすると異端ですね。イエス様の教えではないです。イエス様の教えではなく異端の教えです。モノミノとエホバの証人、モルモン教、統一教会、これらは三大異端と言います。三大キリスト教異端。イエス様の教えではないんですね。イエス様の教えではありません。間違った教えですね。直人さん、私も自由人になりたい。私も自由人になりたい。アメン。エホバからしたらキューちゃんはいたんですか。エホバからしたらプロテスタントもカトリックもいたんですね。エホバからすればプロテスタントもカトリックもいたんです。モルモン教からしてもカトリックとプロテスタントはいたんですね。統一教会は覚醒剤をやってるのは本当でしょうか。知らないですね。知らないです。キツネさん、隣人を愛せば解決しますか。信仰を持ってですね、イエスキリストを信じて隣人を愛してください、ね、イエスキリストの弟子になって、イエスキリストの弟子になって、イエス様の教えを、全て守る決意を持って、イエス様に従って歩む、イエス様の弟子としてイエス様のに従って歩む必要があります。近所さん、もうこんな辛い世の中、働きすぎの日本は救われてほしい。本当にそうですね。日本は救われてほしい。日本は救われてほしいですね。太郎さん、イエス様は何をした人なんですか。太郎さんのために死んでくれた方ですね。太郎さんのために、太郎さんの罪の身代わりに死んでくれた方です。右の方を撃たれたら左の方を差し出すの、そうです。右の方を撃たれたら左の方を差し出してください。決して仕返ししてはいけません。悪いものに手向かってはいけません。家の前の宣教師の教会に毎日行っていたのですか。いや、毎日は行かなかったです。
毎日は行かなかったですが、その宣教師の作った教会に毎週日曜日行きました。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、本当にイエス様以上の、イエス様の教え以上の教えはない、この世は間違っている、あらゆる宗教は間違っている、イエス様の教え以上のものは何もない、この世の考え方も間違っている、学校も間違えているし、政府も間違えている、イエス様の教えを超える教えはどこにもない、だからイエス様を信じて、最高の教え、本当の教え、真理の教えで生きていきたい。イエス様の教えを学んで、正しく、罪の奴隷から解放されて、自由に生きていきたい。ネガティブに生きていくのではない。ポジティブに生きていきたい。と思う方、アメン。宇宙はイエス様が作ったの。そうです。宇宙もイエス様が作りました。ヨハネ一章に書いてあります。アメン。イエス様の教え以上のものはこの世にはありません。アメン。私が北朝鮮のスパイ。私は北朝鮮と全く関係ありません。そもそも北朝鮮はキリスト教を嫌がってますから、私は北朝鮮のスパイではありません。太郎さん、ラジオで伝道している牧師たちは他の宗教を尊敬するとおっしゃってましたが、キリちゃん違いますか？その人間は尊敬します。全ての人を尊敬します。しかしその他の宗教の教えは否定します。聖書が否定してますね。太郎さん、聖書を読むとですね、こう書いてありますね、この方以外に救いがない、この方の名前以外に救いがないと聖書がそう言ってるんです。私が言ってるんではありません。イエス様も言いました。私を通して出なければ誰も父の身元に行くことはできない。私が言ったんじゃないです。イエス様が言ったんです、ね。ヨハネ一章、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方というのはイエス様ですね。すべてのものはイエス様によって作られたとヨハネ一章で言ってるんです。天道様、感謝します。私たちは以前は無知で、愚かな考えで縛られてました。欲で縛られ、罪に縛られ、自己中で縛られ、サタンに操られ、サタンの嘘に騙されて不自由に生きていました。正しいことができずに間違ったことばかりしてました。しかしそのような、滅びに向かっている人生からイエス様は救ってくれました。イエス様が光を当ててくれました。真理の光です。イエス様の教えは光です。イエス様の真理は私たちの、光です。そのイエス様の光によって私たちは解放され、自由になり、罪から解放されて正しいことができるようになりました。神と和解し、イエス様の十字架によって神と和解し、神と共に歩むようになりました。聖霊を受けて、永遠の命を受けて、神と共に歩めるようになりました。今アーメンと言った方々が、これからはイエス様の弟子となってイエス様の教えを学ぶものとなりますように、またイエス様の教えを、言い広げるものとなりますように、イエス様のから使わされるものとなりますように、イエス様の教えを尊び、イエス様の教えを本当に栄光を返すことができますように、すべての栄光をイエス様にお返しできますように、どうぞ祝福してください。
アーメンといった方々を祝福してください。イエス様を信じる者を祝福してください。またまだ信じれない方々を導いてください。あなたが、聖霊様によって信仰を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また夜7時にお会いしましょう。感謝します。今日一日も素晴らしい一日を送ってください。イエス様と共に、イエス様と共に感謝と喜びを持って送ってください。それでは夜7時にシャローン、シャローン、シャローン。